エドワード・アップルトンはイギリスの物理学者である。無線電波を反射する電離層までの距離を測る実験に成功した。1947年のノーベル物理学賞の受賞者である。アップルトンはウェストヨークシャーのブラッドフォードで生まれ、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジで学んだ。第一次世界大戦の後、キャベンディッシュ研究所で働き、1924年には、 電離層までの距離を測る実験に成功した。ロンドン大学、ケンブリッジ大学で教授を務めた。1901年のグリエルモ・マルコーニの大西洋を超えた無線通信の成功は、直進すべき電波が実際には直進せずに地球に沿って伝わっていくことを示したもので、1902年にはオリバー・ヘビサイドやアーサー・ケネリーによって、 大気層上部に電波を反射する層があるという予想が発表された。1924年のアップルトンの実験は、電離層の存在を証明するとともに、その層までの距離を測ったものである。地表 100km のケネリー・ヘビサイド層の存在を確認し、1926年にはさらに地表200から 300km に電離層、アップルトン層があることも確認された。 ボーンワスの BBC 放送の発信機からの電波をケンブリッジの近くで受信し、直接届いた電波と電離層での反射した電波の干渉波形を調べることにより、電離層までの距離を計算した。1927年には、王立協会フェローに選出された。1948年から、エディンバラ大学の学長に就任し、電離大気に関するアップルトン・ハートレイの式にもなお、 残している。ありがとうございます。